創業公園の風景バッカス・ハルモには、ソウルのモーテルの近くの公園や、大広場で客を誘う中高年の韓国人、売春婦である。彼女らは、伝統的に、友人たちとの囲碁や、おしゃべりのために、高齢男性が集まっている公園で、韓国で人気のある、栄養ドリンク、バッカス・ディーを売りながら、生計を立てていた。売春する女性には50歳代から80歳代さいる。 ワッカスハルモニは大体セックスを2万から3万ウォン、もしくはその男性が常連客ならもっと安く売春する。ある法廷の証言では、およそ400人の中高年女性がソウルの葬病公園で活動している。そして若いと20代から40代の韓国人男性もまた彼女らの売春客になっている。金地にある葬病市民公園やタップコル公園周辺で、 韓国の代表的な栄養ドリンク、バッカス D などを差し出しながら、性売買を持ちかけて、中高年男性に売春していることから、中年女性、高齢女性の売春をしている中高年の女性が、バッカスハルモニーと呼ばれている。付近の駅の階段で、自用競争剤を売る71歳女性によるとこの、周辺で、自用競争剤を売っている女性は、約400人いて、 需要競争剤の販売だけでは1日に5000ウォンを設けるのがやっとだという。創業公園周辺のソウルめぐみ家警察署によると2012年10月までの10ヶ月で公園一帯で取り締まった56件の中で60代の人が28人、70代が7人だった。めぐみ家警察署の関係者は40から50代は地下鉄の駅を拠点にして仕事をしていて、 公園側にはおばあさんが多いと話している。創病広場管理所の売春取締班長によると、2007年にも1928年生まれ、1923年生まれが取締りに引っかかることがあった。70代以上のおばあさんの売春は新しいことでもない、小老一体で売春をする200人余りの15%。 程度は70代以上の高齢女性だろうと推定した。創病公園のバッカスハルモニを研究してきたい、保存韓国老人相談センター長は、バッカスハルモニたちのおよそ半分は、若い時には、売春をした経歴のない生活を過ごしていた人たちだ、と話した。ナム・キチョル道徳女子大学校教授は、韓国の老人売春の最も重要なポイントは、 韓国の老人貧困が問題であり、その中でも女性老人の貧困がさらに深刻だと指摘した。高齢者の性問題講師として活動している女性文化センター長は、高齢者でも性的欲求が消えないのは男女同じである。高齢者はお互いに関係になる場がないから、売春にこれがさらに性病の問題へと直結されていると説明した。 ソウル地方警察庁の生活秩序課は、2015年2月22日から3月22日まで、主に創病公園及び金地一帯で取り締まりを強化した結果、性売版の容疑で68歳の女性など33人を在宅起訴した。ありがとうございます。